硫黄島は鹿児島県の南南西約40キロに浮かぶ離島で、別名は薩摩硫黄島、屋久島や種子島とも距離的に近い位置にあります。なお太平洋戦争の激戦地になり、映画でも知られる東京都小笠原村の硫黄島とは異なります。周囲にある竹島、黒島とともに鹿児島県鹿児島郡三島村を形成しており、三島村の人口は約400人、そのうち約120人が硫黄島で暮らしています。村の全域が三島村機械カルデラジオパークとして登録され、特に硫黄島は気象庁によって日本では13箇所しかないランク A の活火山に指定されている火山島です。さまざまな色に染まる海岸線や野趣あふれる露天風呂など、火山の恵みに富んだ硫黄島、今回はその道中や硫黄島での2泊3日の様子をお届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。ここは鹿児島県鹿児島市鹿児島港の南ふ頭というところに来ています。私は昨日鹿児島の繁華街天文館というところのホテルに泊まったんですけど、そこの街中から歩いてだいたい20分ぐらいでやってきました。今日はここから船に乗って鹿児島郡三島村の硫黄島というところへ向かおうと思います。あそこの案内標識を見ていただければわかると思うんですけど、この辺りは私が乗る三島航路のほか、豊島航路、あと種子島、屋久島航路もあるので、迷わないようにご注意ください。あっちの北ふ頭の方には桜島、ちょうどあそこに見えてるんですけど、鹿児島の桜島に行くフェリーも出ています。三島村への船はこの三島旅客待合所というところで受付を済ませます。で、その奥にいるのがフェリー三島です。このフェリー三島は村営、つまり村が運営しているフェリーです。三島村の竹島、硫黄島、そして黒島の島民というか村民の方々が鹿児島に来る、渡ってくる、そのための船ですね。早速乗船しようと思います。今日は9時30分の出港で、今が9時10分ぐらいですね。出港20分ぐらい前に乗り込みます。フェリー三島は2等と1等があって、1等が確か7000いくら、2等が3600円ぐらいですね。我々は2等です。結構エレベーターというかフェリーの中綺麗ですね。託児所みたいなタイル、おお、いや本当綺麗。我々の2等はこっち、いやでも2等も全然綺麗ですね。こういった感じで雑魚寝スペースになってます。1等は個室の和室があるそうですが、2等はこういったとこ適当に見つけてそこにいてくださいねっていう感じですね。フェリー三島はこのようにブランケットと枕みたいなのが貸し出しであったり、あとテレビに Wi-Fi なんかもあります。もう本当に思ってた3倍ぐらい綺麗ですね。しかも今日もこんな大きな2等室が、今のところ他のお客さんがいないので、もし来なければ我々2人で貸し切りということですから、これで3000いくらで4時間ぐらいかけて行けるんだから、もう結構ワクワクします。ちなみにこの船は本当に綺麗で、トイレもめちゃめちゃ綺麗ですね。今出港の11分前ですけど、まだあそこでお客さんを迎え入れています。で、このフェリー三島は事前予約とかは一切ないので、もう本当にここの待合所に来てその場で受付をして乗り込みます。で、今ここに見つけたんですけど、やっぱりこの船新しくて2020年3月31日に竣工したそうです。だからまだ2年半経ってないですね。お隣は女性専用ルームですね。女性の方も安心できます。で、 Wi-Fi つないでみたんですけど、そんなに早くはないです。まあ、でもありがたいですね、海の上で使えるのは。で、テレビも BS が見れたんで、ちょうどエンゼルスの試合やってます。もうタラップも外されて、いよいよ9時半出港のアナウンスが入ったと思ったら離岸していきますね。わかりますか、あそこにテレビクルーがいて、なんか撮影やってるので、ちょっと邪魔しないようにここで細々と見てみましょう。向こうの方にも船が止まってます。鹿児島はやっぱり奄美諸島とか種子島、屋久島、そして我々乗ってる三島とか豊島、あと桜島に行くフェリーとかなので、もうとにかく船は多いですね。鹿児島港とはこれでお別れです。
フェリーに乗る前にコンビニで買ってきた朝ごはんを食べるためにラウンジへ行きます。客室内は飲食禁止だそうです。ここもいいですよ。でも少し食事は心もとないですが、こんな素敵な景色を見ながらの朝ごはんなんて、なんて贅沢でしょう。私のような県外からの観光客の方は三島村に提出しなければならないものがいくつかあります。 PCR 検査を、私は前日に受けました。で、その陰性の結果と、あとは入島までの2週間の健康観察、体温とか、あとは咳や痰が出ないかとか、そういった書類ですね。それともう一つが、ワクチンの接種証明、2回目までの方は、2回目受けてから半年以内、それか、もしくは3回を受けている方はワクチンの接種証明が必要になります。ちなみに私今回恥ずかしながら接種証明を持ってくの忘れたんで、そういった場合は、家にある接種証明の写真画像でも OK でした。とにかく以上3点、PCR の陰性とワクチン接種証明と、あと2週間の健康観察、これが必要になりますので、これないともう本当に入れないというか、フェリー多分乗れないので、もうこれだけはね、もし、三島村行き方はご注意ください。2棟は雑魚寝スペースだけじゃなくて、こういう椅子の席もありました。今私たちの部屋から1個下のフロアに降りてきました。売店があったり、そこにもイートインスペースがあったり、あとはここに全面展望みたいなこう映像と、あとはフェリー三島の今現在地がどこら辺ですよっていう、こういう地図もあります。今まだ鹿児島湾の中にいますね。海の色がなんかすごい紺碧っていう感じがして、めちゃめちゃ綺麗です。バリアフリー対応のお部屋もあります。一般のお客さんはご利用できません。今もうそろそろこの鹿児島湾を出ようとしているところで、ちょうどあそこに見える陸地が大隅半島の最南端、佐多岬のあたりだと思います。反対側のこちらに見えるのは薩摩半島の開門岳。めちゃめちゃ綺麗な望遠型の形をしています。さっきまで同じ部屋に別の男性の方がいたんですけど、いなくなっちゃってますね。今日金曜日でなので割とお客さん少なめです。他のもしかしたら週末とかは土曜日とかはもうちょい人が多いかもしれません。でやっぱりね、鹿児島湾出たら心なしか揺れがちょっと増したような気がします。ちょっと寝てましたら12時30分定刻通り竹島に到着です。初めての竹島、ここでは降りないんですけど、で海を見てください。もうめちゃめちゃ綺麗です。もうこれ底見えてますよね。この綺麗な透き通ったブルーが竹島の港の海の色だと皆さん覚えておいてください。竹島と硫黄島は距離にして約10キロぐらい、もうあと 4,50 分ぐらいで着きます。今1時7分で到着まであと20分ちょいといったところなんですけど、これが硫黄島です。まず断崖絶壁なのと、あと今この山が見えるじゃないですか。硫黄島自体はこれ本体はこれだけじゃなくて、あっちの方にも伸びてるんですよ。いや、こんなに大きい島だとは思いませんでした。でこの辺りも海の色が変なの分かりますか。なんか黄色く濁ってるんですけど、あれが硫黄の色です。ここです。ここすごい海の色が。なお沿線の際は乗船券を回収いたします。こんな海見たことないですよ。ここに行かれました乗船券は、これがさっきの竹島との色の違いです。硫黄島では村の子供たちのめちゃめちゃ派手な歓迎をやってくれてます。嬉しいですね。ようこそ三島硫黄島学園へ。これ、ただこうなんでこういうことをやってるかっていうと、おそらく隣で撮影しているテレビの
構ダメっていうことなんですかね。これは私邪推しすぎでしょうか。普段からこういうことをやっているのか、まあそれは真相は定かではありませんが、ともかくありがたいです。さあそしてようやく施設が、あそこもすごい。1時25分硫黄島に到着、接岸しました。さあ硫黄島着きました。撮影クルーの方々は子どもたちと合流しています。ここにもあの楽器が書いてあります。フェリー三島かっこいいですね。また明後日お世話になります。そしてこの海の色です。もう濁りまくってで10センチ下すらも見えないようなそんな感じです。今回宿は取ってるんですけど、まあいろいろ観光のこととか聞こうと思って観光案内所来たんですが、今日休養でした。で、まあ、ただ地図があるのでこれを写真撮っていろいろ見て回りたいと思います。まあ、大体硫黄島はこの港のあたり、このあたりの盆地のあたりだけが、まあ、なんていう人の行き来するようなところ でさっき船の上から見た東温泉がここにあります。でもほとんどはこう硫黄岳とか、なんかなかなか行けないような秘境みたいなところがほとんどです。あと飛行場が一応あるのかな。あと一応この道路がこうあって奥の方にももう一個温泉があります。まあいろいろと見て回りましょう。硫黄島は民宿が5個、であとなんかキャンプ施設みたいなのが1個あるかぐらいで、宿泊施設はもうほんと少ないです。なので、まあ、宿泊施設は絶対に予約して来てくださいみたいなことはホームページに書いてあったと思うんですよ。で今回は1ヶ月半ぐらい前かな、結構早い段階で電話しました。ちょっと通り過ぎてました。もうほんとすぐここです。ここが今回お世話になる、2泊お世話になる本田さん。いいじゃないですか、ホンダって標識が出てますもん。今日お世話になる民宿ホンダさんの春ませというお部屋です。2人で泊まるんですけど、まあ、十分な広さですね。こんな感じ、布団が2つ、いいですね。昔のお家っていう感じがします。で冷房もちゃんとあるので涼しいですね。お庭も見れます。でちょっと車がね、1日3000円で貸してくれるので、なんかもう赤い軽自動車があって適当に使っていいよっていうことなんで、ちょっとしたら早速出かけようと思います。ちなみに玄関はこんな感じです。じゃあ今からちょっと温泉とかいろいろ出かけてこようと思います。多分これが貸してくれる自動車です。東温泉は車で8分ぐらいだそうです。まあ道自体そんなにないので結構、まあ、ナビがない古い車なんですけど、まあ、全然 OK です。歩いても20何分だからんで、まあ行けるっちゃ行けますよね。お、海が見えます。ここはジャンベスクール、なんだろう、あ、さっきのアフリカの民族系のあれか、交流館とか学校みたいな、なんかそういう建物ですね。結構道は思ってたより険しいんで、歩いていくのはちょっと大変かもしれません。山道みたいな。いやでも車の中は涼しくて快適です。なんかロープが張ってあって、ちょっとこれ通っていいのか、どうか分かんないんで、ちょっと一旦 U ターンして逆回りで遠回りしていこうと思います。ほらね、これ車止めてって感じだ。迂回はいたしましたが、まあ、10分ぐらいで着きました。ここに最後車止めて、あとは歩いて向かいます。やってきました、硫黄島一番の目当て、東温泉です。ここが東温泉です。もう溶岩がボコボコとここにありますけど、やっぱ今のところ他にお客さんはいないようです。この火山の自然の中で温泉に浸かる、気持ちよさそうじゃないですか。ここに浴槽みたいなのがあるんですよ。これは昔の東温泉らしくて、今は新しいのが上にあるっぽいんです。でここにジョゴジョゴ流れてるんですけど、これはね、熱っ、思ってたより熱いですがお湯です。
おお、そしてこれが東温泉、めちゃめちゃいい。どうですか、これが硫黄島東温泉です。もうこれのためだけにはるばる鹿児島、そして硫黄島に来た甲斐がありました。もう温泉の色が綺麗だし、海もなんかすごいし、岩も硫黄の成分でなんか派手派手な色だし、面白いですね。日本中探してもなかなかないと思いますよ、こんなの。一応ここの東温泉はもちろんなんですけど、男湯女湯とかはないので基本的には混浴です。これ特に裸なのか水着なのかっていう、なんかそういうルールとか多分ないと思うんですけど、まあ、一応ね水着をこうしてきました。じゃあ早速入ってみますか。めっちゃ暑かったらどうしよう。あー暑いかも。まあでも入れるか。あ、いいですね。暑いけど入れる。あーいい。あ、こんな感じ。結構暑いけど水入れなくもない。あっつあっつ。下の方はでも暑いわ。これですよ皆さん。今度はこの下の浴槽に入ってみます。そう、結構暑い。あ、でもこっちの方がねぬるいよ。あ、こっちだったら全然入れるわ。わあ、いい。ちょっと上の一番上入ってみます。今から。わっつ。めちゃめちゃ暑い。うわぁ、これは結構きつい。でも5、60度ぐらいありそう。いや暑い。別に運動したわけじゃないのにアクエリアスがもう本当に美味しい。あー最高。やっぱこんなに素晴らしい温泉なのに人が全然いないっていうのは、まあ、今日が金曜日、有給使ってきたっていうのももちろんあるんですけど、やっぱり三島村に入るハードルが、まあ、割とね高いかなっていう感じはしますよね。 PCR 検査に、ワクチン接種に、あと2週間の健康観察なので、もう本当に心から行こうみたいな感じじゃないとなかなか、まあ、来れるところではないかなっていう感じはします。なんか2日前ぐらいに思い立って明後日行こうとはなかなか行きませんもんね。いやでもだからこそこの高いハードルを乗り越えた上でのこの入浴最高です。あそこで温泉が滝のように海に流れ落ちてて、いや贅沢なもんですよね。ここも温泉がジャブジャブ海に流れていきます。まあ、ちょっとこっから下ね海に浸かったらそれはそれで水風呂みたいに気持ちいいとは思うんですけど、まあなんか万が一あったら嫌なんで、ここら辺で観察する程度に留めておきます。もう多分来て1時間は経ってると思うんですけど、ここ何時間でも入れますね。まあ、温泉ちょっと暑いんですけど、まあ、ほてってきたらこう立ち上がって温泉から出て、まあ、適当に海辺散歩すれば風も気持ちいいし、波の音とかもいいですからね。いや最高ですよ。これ天然の大整い場所です、ここは。あ、本当に海風が気持ちいい。脱衣所はこんな感じになってます。まあすごいですね、こんな遺跡みたいな脱衣所で結局2時間以上滞在して、もう本当に居心地のいい素晴らしい温泉でした。まあ、多分我々明後日までいるんで、多分明日も来ると思います。でただね、土曜日、明日の土曜日の昼過ぎぐらいの便で鹿児島からまた来るんですよ。で観光の方とかもしいれば、まあ、今日ほどこんな空いている東温泉を見るのは見ること明日できないのかな。まあ、時間帯とかにもよると思いますが、今度は島の北端に向かっています。やっぱ硫黄島は山は大きいんですけど、車とか歩いて行ける道はかなり狭い範囲にあるので、もう5分10分ぐらいで島の半分ぐらいまで来ました。でも道は結構険しいので、やっぱ歩いていくのはしんどい気がします。私のソフトバンクのスマホの電波はもう完全に入らないので、もう何も情報を得る手段はありませんが、ここがだいたい島の北端、平家城展望台とあります。ここが平家城展望台です。すぐ隣の島がここに見えてます。
そしてこの海の色がすごい。この平家城っていうのは、もともとあの壇の浦の戦いで敗北した平家の方々がなんかこの島に流されたとかなんとか、なんかそういった感じで平家にゆかりのなんか石碑みたいなのが結構この島にあるっぽいんですよね。あとその壇の浦の戦いで海に入って亡くなってしまった安徳天皇の、お墓というか、なんかそういうのもこの島にあるので、まあ、それは後ほど今日か明日か行ってみようと思います。ここに来る途中、ケツの浜温泉っていうのがあったんですが、まあ、先客がいて車が止まってたんでちょっと一旦スルーしてここに来ました。まあ後で入りに行きます。でここにはいろいろとこう硫黄岳関連の説明があるんですけど、これはあのさっき船で見た開門岳ですね。でこうね、九州の火山はこう阿蘇山、霧島山、あとアイラカルテラ、アタカルテラっていうものかな。で今ここにいる硫黄島があったらあるあたりは機械カルテラの一部なんですけど、こういった背骨状にこう九州の火山っていうのはこう並んでるんですね。第18代中村勘三郎さんはここで歌舞伎をやったんですかね。 Google マップでこの道の途中に宇丹浜温泉っていうのを見つけて、どんな感じなんだろうと思ったら、まあ、これが道なんですけど、ここにこう藪の中を分け入っていく道みたいなのがあって、こう一応大谷入り口、まあ、ウータンと読むんですけど、こういうのがありました。おお、でもしかしたらここ行ったら温泉があるのかどうかわからないっていう状況なんです。ちょっとまあ見てこようと思います。あ、でも硫黄の匂いがしてきました。結構さっきの東温泉よりも硫黄の香りは強めです。浜が見えてきました。うわー、ここ行くのか。一応もう海のとこまで来たんですけど、あんまり浴槽らしきものがないですね。おお。あ、普通に海だ。じゃあここは何もないのかな。結局2、30分ぐらい散策してみたんですけど、ちょっと分かんなかったですね。ただね、ここあのさっきのウータン入り口って書いてあったその説明書きの看板がなんか埋もれてるんですよ。こんな感じでね。だからもしかしたらなんかこうもう年月が経って崩れちゃったのかな。今あの恋人岬っていうのがこの辺りなんですけど、この間にある岬橋、これに向かって今運転してもらってます。ちょうどあの港を上から見下ろせる地点ですね。でこの橋が岬橋です。ここまっすぐ行くと恋人岬っていう岬があるんですけど、まあ、ちょっと車でどこまで行けるか分かんないので、とりあえずここで来ました。こうしてみると硫黄島ってのは本当大自然そのものですね。火山のそのなんていうんですか、息吹みたいなものを感じます。あそこの裏とかはかなり水が透き通ってて綺麗ですね。でやっぱりなんといってもこちらの鹿児島じゃなくて硫黄島港、やっぱこの色の違いは凄まじいですね。船の上からでも十分伝わるんですけど、やっぱ上から見るとこのさらに際立つというか、もうあっちの方なんか泥水みたいなそんな色してますもんね。希望の鐘、3回鐘の音が響き渡れば希望が叶うというジンクスがあります。なるほど、まあ、ちょっとさっき1回やって失敗したんですけど、もう1回やってみます。おお、ギリギリ3回いったんじゃないですか。今こうドライブしてたら結構雄大な牧場がありまして、牛がねこう美味しそうに草を食べています。でさっきねクジャクを見たんですけど、硫黄島はもともと60年代か70年代ぐらいにリゾート開発をされたらしくて、その時に多分観光の一環でクジャクが島に持ち運ばれたんですよ。まあ、ただそれが結局野生化して、だから硫黄島には野生のクジャクがいっぱいいるっていう情報を得てたんですけど、まあ、実際にね、いました。車の行く先に牛がいて、おお、どいてくれるか、おお、どいてどいて、ちょうど牛がいてね通れないとこだったんですよ今。なんでこっち見て止まってんの、早く行ってくれ。おどいてくれた、優しい。おお、どかないな。お、いけ、うん。まあ、こんな感じで硫黄島はインドみたいに牛が道路立ち塞がって、まあ、たまに行ける。おお、脱糞してます。まあ、こういうこともありますので、まあ、予定がやむを得ず変更になる
ていうこともあります。はい、お風呂が2箇所あって、で、まあ、ここ空いてますだったら入って OK です。シャワーはいつでも自由に浴びていいそうです。で、まあ、この中お風呂なんですけど、ここ洗面台と、あとさっき宿の人に聞いたら、あの洗濯機を使っていいそうなんで、ちょっと後でありがたく使わせていただこうと思います。で、あと飲み物ですね、こちらも自由に飲んでいいそうです。あとそうですね、シャワー浴びた場合、このタオルを自由に使って、使い終わったらここに入れると。え、結構ね、シャワーいつでも入っていいってのはすごいありがたいです。洗濯も無事終わって、明日も朝から活動したいなと思っているので、1日目はとりあえずこれで寝ようと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。風が強くて、なんか突発的に大雨が降ったり、まあ、ゲリラ豪雨みたいなのが夜中あったりして、で、ね、洗濯物が飛ばされちゃいました。あー、せっかくあったのに、まあ、水着はどうせ興味汚れるからいいんですけど、ね、T シャツがねドロドロになっちゃった。ちょっと朝からずっと雨が降ったりやんだりして、ようやく今10時過ぎなんですけど、外に散歩に出れるようになりました。で、この港のところのこの断崖絶壁ですね、昨日あそこの橋のところにも行ったりしたんですけど、でこれがですね、7300年前の大噴火で起こった機械カルデラ、その、まあ、カルデラ、その巨大の巨大噴火によって山が陥没してできた大きな穴なんですけど、それのこの縁に当たります。これがこう本来であればぐるっと取り囲むような巨大な穴だそうです。で、この硫黄島がある三島村なんですけど、ジオパークに指定されており、日本で最も小さなジオパークだそうです。で、ここには自動販売機と宿唯一らしい、島唯一らしい商店があります。ここは熊野神社と言います。1177年、平の清盛の怒りを買った平の成常、平の康頼、そして俊寛という人物はここ硫黄島に流されました。成常と康頼は本土に帰れるよう祈って、紀州、今の和歌山県の熊野三山にあやかりました。そしてここに建てたのがこの熊野神社です。別名は硫黄大権現宮とも言います。熊野の熊野大権現とかいうので、本当に熊野に習ってる神社だということがよくわかります。ここが俊寛堂です。この歌舞伎の瞬間歌曲あるんですけど、やっぱりこの3名が流されたんですが、この機械島、まあ、この辺りの島から斜面師がついたが、瞬間の名前だけがなく、自分の目を疑い、まあ、いろいろと執念を見せたんですけど、結局は取り残されてしまうっていう、そんな孤独の寂しさの中この地で没しましたと書いてあります。その瞬間の無念を思って、島民の方々がいろいろと、そのまあ亡くなった後なんですけど、手厚くやって、でそのお堂が残ってるとかなんとか、そんな感じです。ここだけなんか人工芝みたいな地面で独特な雰囲気です。結構歩いてきました。おお、これが瞬間堂か。鹿児島県知事も来られております。あ、ここにも上映記念とか中村勘九郎記念植樹とかいろいろあります。ここですね、島の人々は俊寛の死を憐れみ、三人を合わせまつって俊寛の居住地跡に、なんとか神社を建てた、これを俊寛堂と言います。ここに住んでたんですか、昔の俊寛は。わあ、立派な建物。もうここだけなんか神聖さが違いますもん。そしてこれが最後に唯一取り残されてしまった俊寛さんって方なんですけど、これは なんか待ってくれみたいな、なんかそういった感じの
表現しているそうです。切ない。ここが安徳天皇の墓所だそうです。まあ、墓所といっても実際にどうかは分かんないですが、あくまで伝説ではここにたどり着いたんじゃないかと、そう言われています。このクワクワ聞こえてるのはクジャクの鳴き声です。安徳天皇が実は硫黄島に逃げ延び、そして後年なんとかなんとか子供が生まれてとか、なんかまあそういう伝説があります、硫黄島には。まあ安徳天皇関連の真相はさておき、やっぱりあの平家の人が島流しにされたりと、まあ、何かと平家に縁の深い島だということは十分にお分かりいただけたと思います。ちょうどクジャクがいました。おーおーおー、いなくなった。ここが島唯一の学校です。三島中学校と三島小学校がありますね。クジャクの羽がここにありますね。多分三島消防団硫黄島分団があるんですけど、これな廃墟なんですかね、もう使ってないのかな。クジャクがいました。おお、店の中に入ろうとしてる。おおお、結構石垣とかもすごいんですよ。ここ南国感がすごい通り、ジャンベの小道。このジャンベってのがあのアフリカ西部のギニアとかとの交流があるらしいんですけど、そこの民族楽器です。昨日のあのお出迎えしてくれた小学生たち、彼らが叩いてた太鼓もジャンベです。多分これも廃墟だと思うんですけど、あの硫黄島にも1960年代とか70年代ぐらいまであの硫黄を取る鉱山事業みたいなのがあったらしくて、まあもうそれ撤退しちゃったらしいんですけど、多分絶対その時のこれは廃墟だと思います。その頃は硫黄島も700人とか800人ぐらい人口がいたらしいんですけど、もう今は120何人とかって書いてありましたが、これは昔の、まあ、北海道とか九州のいろんな町とか、まあ、日本中そうですけど、まあ、昔はこういう鉱山系の仕事で栄えていたところも、その仕事がなくなっちゃってどんどん人口が減っていくっていう、まあ、硫黄島もその一例です。うわこれすごいな。ちょっと中どうなってんだろう、どうなんだろう。でもあそこのカラーコーンとかなんか割と新しい気がするんで、今は廃墟にはなってるんですけど、倉庫とか物置としてもしかしたら今も使っているのかもしれませんね。昔隆盛を誇ったこの工場だかなんだかの後ろでは今の栄えているジャンベスクール、この堆肥で、ここの港のこのすごい色の海もこれも硫黄なので、なんかちょっとあったかいらしいんですよね。なんでまあちょっと今触ってみようと思います。おお、あ普通に冷たいな。水ですねこれ。ここすごいな。あちょっとあったかい、さっきより。さっき硫黄の海触ったところがちょっと変色しちゃったんですけど、わかりますか、若干黄色い跡がついちゃいました。今から坂本温泉という、昨日行った東温泉となんかもう一個有名な温泉なんですけど、で Google マップで調べた限り、もう何年も前から台風かなんかで壊れてしまって、それ以降その浴槽が壊れているのでお湯がたまんなくて入浴はできないそうなんですが、まあ、ちょっと現状がどうなってるか、ちょっとネットで調べても情報がほとんど出てこないので、ちょっと実際に見に行ってこようと思います。ただそこに至るまでの道がもうこんな竹がバラバラになんかもうこんな放置されてたり、溶岩がゴロゴロ落ちてたりとかなり険しいです。ここの道なんかもこれまずくない？これ車で行くと危険だな。これですね、坂本温泉。これかな、これが浴槽、あっちか、
あっちが多分もともと浴槽だったんだけど、何かが壊れて、あそこになんか沈んでるあれかな、なんかちょっとどれが何で何が壊れたかよくわかんないですけど、とにかく入れなそうってことはわかります。見えますか、このちょっと沈んでる石で四角囲われた、ここも浴槽らしき跡です。ちょっと触ってみます。ぬるい、少なくとも入浴ができる温度ではないと思います。ここはケツノ浜温泉の入り口らしいんですけど、 Google マップの衛星写真を見た限り、こっち気象庁のなんか観測所があります。 100m って言ってもこの道ですからね、半ズボンだから刺さりそうで怖い、枝が、うわ蜂がいる、怖い怖い、もうジャングルだこれ、うわ、もう今こんな、うわこれはやばい、あ危ない危ない、これはちょっと危険だわ。浜に出ましたけど、うわすげえこれ、これはすごいけどちょっと入浴はできなそうです。でもうわこれはすごい、なんとかこのジャングルを抜けてたどり着きましたが、ここがケツノ浜温泉です。まあ、もしかしたら下まで行けばちょっとあったかくて疲れる可能性はありますが、もうこれじゃあね、これより先行きようがないんで、まあでもこれを見れただけでもラッキーか、いや頑張って降りてきた甲斐がありました。こちらは民宿本田の方に見せていただいた、年代は定かではありませんが昔のケツノ浜温泉の写真です。かつては湯治場として多くの人でにぎわっていたそうです。現在の姿からは想像もつきません。今日も東温泉にやってきました。お客さんはどうかな、今土曜日の午後2時ぐらいなんですけど、ちょっと30分ぐらい前に硫黄島にフェリーが到着したのですが、お客さんはいません。今日もなんか1週間ぐらい硫黄島泊まって毎日ここ来ても飽きない気がします。ただちょっと波が高いんで自分の体がさらわれないようにだけ注意しようと思います。ちょっと温泉から歩いてくると、まあこういった感じで、この滝も多分温泉ですよ。結構ちょくちょく滝があるんですけど、触ると全部あったかいのでおそらく温泉だと思います。おお、あの岩もすごいですよね。おお、これが機械カルデラの作り出した大自然、これとかすごいな、この岩肌すごい、もう岩これもめちゃめちゃでかいですよ。私の身長の2倍ぐらいありますね。今日の午前中も行こうとして牛に阻まれて行けなかったんですけど、3度目の正直でついに大浦港へやってきました。水の色がめちゃめちゃ綺麗、硫黄島港の硫黄の色とはもう正反対の色をしてます。ここに階段があって下まで行けそうなのでちょっと降りてみようと思います。おお、これがもう入り江にちょっとだけこう作ったみたいな、これが大浦港です。海の色がもうとにかく綺麗で透き通ってます。ここも地層的にはかなり珍しいらしくて、機
機械カルデラの噴火の前から噴火後にかけての出来事を心地層で読み取ることができるそうです。で、ね、夏は泳げるよとか亀が来ますよみたいな書いてあるので、まあ、確かにね綺麗でした。まあ、ただ実際には今は港として使われているかどうかはちょっと微妙ですね。あ、走っていい。クシクだ。ここに滑走路がありますが、ここが硫黄島唯一の飛行場、三島村薩摩硫黄島飛行場待合所と書いてあります。で、私のようにフェリー三島で船で来ることもできるんですけど、セスナ飛行機で硫黄島に来ることも実はできます。一応ここに運賃表があって、村民の方は片道5,000円、ただそれ以外の方はお一人様3万円と書いてありますね。一応こうセスナで来ることもできます。ただこれが多分予約式で毎週月曜水曜日、まあなんでちょっと私も詳しいことは分からないので、定員3名様なんで、ぜひ飛行機で来たい方は調べてみるといいと思います。2階に上がってきました。こちらにはこうトイレ、洋式トイレとか、あと横に喫煙スペースがあって、で、まあ、これくつろいだり、あとはこれですね、ちょくちょくこの島にある歌舞伎、その時の写真がここに載ってます。こんな感じで実際にやったそうなんですよね。あとは冷蔵庫、ここは販売の飲み物ですね。お、でこちらが硫黄島の生ハゲとかと同じで、ユネスコの無形文化財かなんかに登録されている日本の仮面神の祭り、仮面のお祭りですね。それで硫黄島このメンドンっていうやつ、これがね伝統的なお祭りらしいです。仮面神。夜ご飯を終えて今から夜、まあ、夕方もうそろそろ日が暮れるんですけど、東温泉に行こうと思います。でさっき昼間の東温泉で出会った、方々とちょっと一緒に行こうっていう約束もしてるので、今宿向かってます。今もう7時40分過ぎぐらいで、日の入りはとっくにもう終わってるんですけど、ちょっとどんな感じなんですかね、まあ、あんまり長い時間入れないと思うんで、帰りが大変で真っ暗になっちゃうと、どんな感じなのか、月、そして海、温泉。東温泉入ってきたんですけど、ちょっと寝る前にシャワーを浴びます。ちょっと一杯、じゃあもう最後の夜なので200円で淡麗を買ってきました。ビールはなんかもう売り切れちゃってましたね。やっぱ温泉入ったり、まあ、ドライブしてれば私乗ってるだけなんですけど、まあやっぱ体力使うので染みます。で結局最初ね2泊3日うわ長いな、やることあるかなみたいな思ってたんですけど、でもなんだかんだやっぱ温泉使ったりいろいろ見てるともう時間足んないぐらいですね。明日の朝10時ぐらいにフェリーで帰るんですけど、いやもう結構名残惜しいです。硫黄島では基本的に夜は何もすることがないので、まあ、この後ちょっと星でも見に行こうかなと思うんですけど、今夜の10時です。まあ、部屋にはテレビがあるのと、だって、宿に Wi-Fi が本田さんはあるので、それが意外と早くて、YouTube 見たり、なんか Netflix 見たりはできます。そんな感じで夜を過ごしたりしてます。もう夜の11時を過ぎたところですけど、星を見に外に行こうと思います。まだ月があんな高いところに出てるんで、あんまもしかしたら綺麗に見えないかもしれません。今こんな感じで星が見えてるんですけど、やっぱちょっと月が明るくてそんなに綺麗に写真とか撮れないですね。私の技術がまだまだっていう面もあるんですけど、今朝の8時15分ぐらいなんですけど、
10時10分かなのフェリー乗る前に一応最後にもう一回だけ4度目の東温泉に行きました。昨日の夕方もそうだったんですけど、やっぱり朝とか、まあ、夕方とかの方が気温が低い分、あと太陽の光も弱い分、やっぱりこの温泉に浸かってうわ気持ちいいなっていうのは、まあ、昼間よりはありますね。東温泉、大変素晴らしいお湯でした。これにて帰ります。民宿本田さん、すごく宿の方も親切でご飯も美味しいし、とてもいい宿でした。また次伊予島来ても泊まりたいです。そしてもう今港にやってきたんですけど、船がやってきました。この前来た時はテレビクルーがいたんでド派手なお迎えだったんですけど、今日は撮影がないのにもかかわらず、やっぱりあのジャンベ、アフリカの楽器、あの子供たちいますもんね。すごいな、毎回やってるんだ。我々が乗るフェリー三島は行きと全く逆の、航路なので、伊予島の次は竹島、そして鹿児島本土へと戻っていきます。ただ昨日出会った方々は伊予島の後一旦黒島へ行って、黒島から鹿児島へ行くという、だから私のこの今から乗る船とはまた別の航路で鹿児島前へ戻るという行き方もあります。いやー、伊予島楽しかったら2泊じゃ全然足りませんでした。帰ります。帰りも4時間の船旅を終えて鹿児島港へ戻ってきました。合計8時間も乗ったフェリー三島ですが、やっぱ新しいだけあってすっごい快適でしたね。結局今日もそんなに混雑はせず場所を確保できたので、まあお昼寝をしたりできたので良かったです。はい、改めまして鹿児島港に戻ってきました。2泊3日伊予島、まあ一言で言うと最高でした。もう温泉も素晴らしいし、ご飯も美味しいし、あとやっぱあの火山が作り出す独特の景色、もう本当にね大自然という感じで最高です。ということで、あの民宿の連絡先とか、あとフェリーの乗り方、あとは三島村に入るにあたって必要な提出書類などは、あの三島村のホームページにいろいろ載っているので、ぜひ、ね、よかったら参考にしてみてください。ということで、この辺で失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。